メイク途中なんですけどおほほほ、こんにちは、おはようございます、おはようございます、おはようございます、メイクおはようございます、おはよう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 、みんなやばっちいよね、なんかもう顔がね今日終わってるんですけど、ちょっとおはようございます、おはようございます、化粧水は塗ってるな化粧水は塗ってるな、途中まで今メイクしてるんだけど、ちょっとって感じ、ちょっと意外し嬉しいがガン見するガン見するはやばい、ちょっと待ってね、ガン見やばすぎる。では今からまつげ塗るのでちょっとあれですけど、なんかやばいよね、このさメイク配信ってさ顔が結構終わっちゃうと思うのね、でも気にしないでください、ひーちゃんラブユーと押しちゃった、押してくれ。今ねアイシャドウは塗ったので、まつげ、待って顔がキモいわこれは顔がちょっとキモすぎた、顔がキモすぎたよ、おはようございます皆さん、顔がキモすぎたのでちょっと待ってね、まつげはこれ今下地塗ってるんですけど、初めて見るかもね、初めてにしますよ、顔は、うん、顔はっても好きだよねこんにちは、そうなのですよ。じゃあチーク塗ります、チーク塗らせてください、ひーちゃん、今日のひーちゃんおするマジ変化するひーちゃんが見られる、そうなんです、チーク塗ります、チーク塗らせていただき、バブかわいいありがとう、ありがとうございます。あ、やばい、チーク塗りすぎた。あ、やばい、やばい。チーク塗りすぎたよ。チーク塗りました。藤井ちゃん、朝から響き嬉しい。私も嬉しい。藤井ちゃん、かなちゃん、響きちゃんがよくタイミング繋がってるな。繋がってる？一緒に、花束が、いや、花束が、そう。花束があるみたいですね。ここはひーちゃんの部屋ではないので。よくわかりません、ひーちゃんの配信を仕事中に見るのが日課になって、仕事中に見てるの、おもろいね、ありがとうございます、やすさんおはようございます、美容系 YouTuber の人ですかこういう感じかな、なんかこんな感じでする感じですかね、こんな感じで、はい、あ、40日目じゃん今日、嬉しいんだが、嬉しみの舞ですね。次何しよっかな。ハイライト塗ったので。ごめんね、今日。本当にブスいんだけど。ちょっとごめんね。なんか今日は、なんか、顔がむくんでまして。はい。申し訳ございませんって感じで。申し訳ないんですけど。でも、メイク多少したら、いいと思うので少々お待ち、あれ私の大事なマスカラがどっかに行った、取ったでしょ、誰か私のマスカラ取ったでしょ、どこ私のマスカラちゃんは、カナピエンなの、茶色のマスカラがない、あれどっか行った、なんでおはようって、実家に帰ったら自分の部屋なくなってたって話してた、私最初から自分の部屋ないよ、昨日のアジャラシの配信でコメントしてるところを見て気になって来てましたって、猫さんいつも来てるじゃん、ジッチさんおはようございます、ひーちゃんラブユー、もまめ遅れて登録し遅れて いつ日くらい逃しても悔しい、あ、そうなの、何でむくみなのって書いてある、聞くごめんなさい、マスカラ間違えて持ってきちゃったやばっす、ま、本当にないよマジで、お姉ちゃんに取られた、あったわ、ごめんね、
ありました、ありました、ありましたよ、ありました。世界の終わりみたいな顔、おい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 終わり、もう世界の終わりみたいな今日はブスさしてるんですけど、はい、もう気にしません。なんか本当に今日さブスくて、なんかもう顔がむくみにむくんじゃって、え、やばくねみたいな。あれないかな、ゴムが。なんかこうやってここにこうしとこうか。あ、意味なかった、なんかでかいし意味なかった、意味なかった。なんかね、こうやってゴムをこう耳につけたらね、なんか小顔になるんですって。でもそのゴムがないからできなかった、できないんだが。じゃあ Love you って、ちょっと待ってね。初オーモの方、おはようございます、おはようございます。二日酔いで寝くり返しようってコメントしたら欲しいなってた。二日酔いじゃないよおはようございます。はよ、昨日の塩分、そう昨日すき焼き食べたから、あの多分塩分がすごいんだと思う、やばいよね。あれ、じゃあこのマスカラ、誰のマスカラ持ってきたのよ。今日は星になってる、響とカノン、どっち見ればいいの。響だよ、響を見てください、絶対に。私浜田響を見てください。いいよ、チェッチェンチェン浜子さん、あんた、ありがとうございます。前の前にピエロみたいな顔、えピエロみたいな顔してる、やば、もうここですやん、全然。みんな実家から配信して、そうだよね、そうみんなね実家にいるみたいですね。ちゃ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 、ゆゆゆゆゆゆさん、こんにちは。もう少しでオンラインお話し会だ、本日は一番、あ、今日オンラインお話し会なの。あ、そうなの？ひーちゃん、やっほーやっほー。はなちゃん、実家に帰ったら妹で部屋取られてたらしい。そういうことってめっちゃあるよね。もう私は引っ越した瞬間に私の部屋はなかったですよ、専門の時に。なんか今日本当に不調だ、顔が本当に不調すぎるよ。大木まさよしさん、おはようございます、おはようございます、おはよう。私のこのメイク動画なんてさ、おいおいおい、メイク前は平安時代変わる、おいおいおい、いつもすっぴんなんですけど、なんかここの配信場所が良くないのかな、なんかすっごいさキモく見えない、キモいんだけどさ顔がね、私違うかな、ウェイ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 、なんかまつげ落ちてきたよ。本当に今日不調みたいですね。お話し会だよ、あ、そうなんや。せいじさん、ありがとうございます、ありがとう、スタンプありがとう。今日も明日も来週の土曜土日もあるし、まあそうなんね。栃木のせいさん、こんにちはっす。家出てから10年間部屋が通ってあるのも時間が止まった感じしてすごい。え、でもよくない、いいな、実家に帰ったら部屋があるって最高じゃん。私ないので、昨日は寝るとこあったんだけど、あのこたつで寝てた起きたらこたつっていう、そういうことってよくあるよね。はい、ヤッシーさん、こんばんは。ミシェルさん、おはようございます。水の音さん、こんにちは。ピーちゃん、ラブユー、こんにちは。メイク中、メイク中、メイク中でございます。もうちょっとしたらいい感じになるんじゃないか。急げ浜田響、早くメイクを仕上がれ。チャンチャンチャン、チュッ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 。長崎でよ、ここ1年ぐらい毎日です。こたつでよくないよ、こたつ熱くない、こたつ入ってない。かなちゃんがボタボタ配信してたから遅れました。いらっしゃいませ、イングリッシュマンさん、こんにちは。あちきは初見でやんすってやんす、ちげえじゃん。いっくんさん、おはよう、おはようございます。長崎です、おやすみです
あつしさんお休みなのね。これからワンちゃんチョキチョキタイム。チョキチョキタイム？前髪？お母さんの前髪は切りましたよ昨日。ツッツンはーいって。お休みですかみんな。かなちゃんメイクしてますって真っ黒だよね。ですね。みんなね、お知らせオーバーの最終日で嫌なのに注意になってる。え？私？クーカさん、ひーちゃん、ラビュー、おはよう。おはよう。ミッキーさん、おはようございます。ひーちゃん、ラビュー、アイカさん、こんばんは。お久しぶりじゃない、アイカさん。間違えて申し込みそうになりました。マジ？え、私間違えてる？長崎も今日雨だった。じゃなくて晴れてるんですね。私晴れてるよ。髪もサラサラ綺麗ですね。全然サラサラじゃないのよ、それが。やばちい、本当に。なんか本当に今日さ、やばくキモくない？今日本当にどうしよう。みんな可愛いって言ってくれたら可愛くなるらしいからさ、可愛いって言ってください。ブスとか言ったらね、ブサイクになっちゃうんだよ、知ってた？だから私に可愛いよって思ってなくても可愛いよって。やばー。え、待って、ブラシがどっかに行ったよ。足毛結構ね、あれなんですよ。かわいいってありがとう。なんやかんやかわいい、なんやかんやかわいい。東京昨日から、あ、雨なんや。いや、あれなんだよ。昨日くらいまでは雨ちょこちょこ降ってたんだけど、晴れましたね。晴れましたね。え、待って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 、本当になくなった。ブラシがなくなってしまったよ。みんなまたブラシ取ったでしょっていう。ありがとうね。せいじさん、かわいいスタンプありがとう。ういよ、打ちました。ね、本当にない。え、本当にない。こうやってね、ちゃんとね、あれしてないから、あれないんだよね。さっき使ったもう。かわいいって、今日かわいいよって、ありがとう、かわいいよ、ありがとう。あれちゃんって髪、私もね、今日朝から髪洗った。ひーちゃんさん、いつも素敵です、ありがとう。心が清純、いえ。ひーちゃんのアクリートクレスキュー、 I love you, love you。 今日使ったよ。ひーちゃんは、響きはね、めちゃめちゃの雨女、嵐女です。めーちゃね、嵐女なんですよ私。はい、浜田響きはね、嵐女すぎるんですが、はい、私が生まれた時ってめっちゃ雨も風もなんか雷も鳴ってたらしくて、だから私は嵐女です。はい、本当にないんだけど。わーお、マジですか、マジですか。結構ナイピよ、嵐女。そう、嵐女。エムちゃん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。準備が進まないっていうびっくりな感じなんですけど、てってんてん、もう諦めた、諦めました。てってんてんてん、ちゃかちゃかちゃか。なんか全然今日本当にダメだね。今日やばいんだよね。おはよう。眉毛キリッてしてる。本当だよね。なんか今日の前髪本当に、なんか眉毛やだ。今日の眉毛やだ。アイロンしたい。あ、ついてたわ。あれ？こっちだった。あ、こっちだったわ。おはようございます。1月ってそんな髪になることは、そうあったらしいよ。確かお披露目イベントも雨だったよ。え、そうだね、雨だったね。めっちゃ大阪の話し会まで雨降らしたら支援するね。え、無理無理無理。石鹸で髪洗ってギシギシらしいで、やばいでしょ。ピーナッツさん、おはよう。一旦さ、前髪したらさ、良くなるんじゃない？どう思う？前髪したら
なんか顔がマシになるんじゃないかなって思ってるんだけど、どう思う？多分ね、前髪で本当に変わるから命。本当にこの準備で一番大事なのって前髪だと思うのね、私はね。だから前髪に、ね、命をかけたい。ウェイ。今日どっち分けにしよう、こっち分けでもいいんじゃねっていう感じなんだけど、もうこっち分けでよくない？なんか本当に今日顔が大きいな。ほら前髪で全然違うじゃん。確かに可愛くなってきた。ズズかわいいよって、ありがとうね。前髪で全然違う気がする。いやー、ほんと前髪って命なんだなとつくづく思いますね。あーあーあーあああ、今から髪の毛、後ろの髪をしたいと思います。巻いていきます。久々にさ、みんなの前で髪の毛巻くだよね。鉄壁の前髪、何以上髪毛なんたら困るよ、ありがとう。テンションアップだよ。マジひーちゃんがひーちゃんになってきたでしょ。なんか本当に多分ね、前髪で全然違うから、そうそう、みんなにブサイクな姿を。でもなんかね、なんかでもちょっとブッシーわ、まだ。チャン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 、チャンチャンチャン。ウェイウェイウェイ、ちょこ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 ちょちょ、前髪とか関係ないせいです。フィクさんだから可愛いんだよ、ほんと嬉しくなる、嬉しい。だから前髪よく触るのかかな、わかんない。なになに、星になっちゃってる。前髪やっていい感じよ。そうでしょ、やっぱ前髪やるとね、やっぱり変わるみたいですね。はい、髪を巻いていきます。こんちゃす、ももにゃんさん、こんちゃす、こんちゃす、来てくれてありがとう。髪を巻いていきます。髪を巻いていくよ。髪の毛がね、結構ねあれだから、ちゃかちゃかちゃか。初訪問の方多いですね。こんにちは。初訪問でさ、この顔っていうのはちょっと嫌なんですけど、こんにちは。でさ、準備中です。はまこさん、お花ありがとうございます。後ろのドライフラワー、ひーちゃんの違うよ。ひーちゃんのじゃありません。ひーちゃんの部屋じゃないので、ひーちゃんのじゃないですね。ひーちゃんの部屋はここにはありません。ちゅん、朝だから初が多いんだか。確かにこの時間は初めてだよね、多分。トゥントゥン、カノンがひーちゃんと広島入るとき寂しかったって言った。本当かよ本当かよって言っとって。トゥントゥントゥン、トゥントゥントゥン、トゥントゥントゥン、ひーちゃんラビューって。ズミーさん、おはようございます。だんだん髪きれいになってきたでしょ。そうでしょでしょでしょ。髪の毛ってほんと大事だと思うのね。チュッチュッチュン、チュッチュン、おはようございます。ひーちゃんは10時以降に配信する人のイメージを。確かに、だってさ、まあ、10時以降さ、私はできるじゃん、年的に。だからなんか10時以降の方がなんかいいのかなと思っちゃって、10時以降にしちゃうことが多いですね。はるか猫さん、おはようございます。けんさん、ありがとうございます。ひーちゃんって言います。ひーちゃんです、おはようございます。でもやけどしっかり負けてるね。そうだよ、一応美容学生ですからね、慣れてますよ。
もう噛みまくのだけ私に任せなって感じだもん。Good morning everyone. Good morning everyone. ブロッ、ブロッキックさん、 Good morning. ひーちゃん love you. おはようございます。初見さん、はじめまして、浜田響です。ペロさん、おはようございます。おはよう、おはよう。チャリチャリ、ヒロさん、お仕事行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。朝メール待ち待ちにゃんこ。待ってるね。メール送るから待っててください。少々待ちを、朝メールちゃんと送りますよ。チンチンチャン。今見た人はひーちゃん推し増えそう。あ、確かに。このちゃんとあの準備されてるからね。最初に見た人は誰だこいつってなるやつでしょ。トゥ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 、トビネトリさん、おはようございます。ゆうちゃん、ひーちゃんかわいい、ありがとう。ひーちゃんかわいい、いただき、ウェイヨー。トゥトゥトゥ、しずかさん、ひーちゃんラビー、おはよう。グリオさん、おはよう、おはよう。アイマイ、おはようございます。こんにちは。アイムファイン。アイファイン。10時以降の配信でいいと思う。それまで配信者がたくさんいるからね。でもさ、なんかさ、10時越したらさ、11時ぐらいからさ、結構配信し始める方が多くなってくるじゃんね。ちょっとおはようございます。お、美容学生なのか。そうだよ、美容学生だよ。美容学生でした、卒業して。あたたたたたあたた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 た、一回冷まします。寝起きです。間違えて天使の半身に来たのかな。あ、天使って言ってくれてる、私のことありがとう。心が奪われそう。奪われない、奪われ、あ、奪ってください。今俺の住み地域が、あれ、あちあち、クマしたぶとして、パトカー、え、クマ大丈夫。いい感じ。そうだよ、巻き髪いい感じでしょ。そう、得意なんですよ。ヘアアレンジは本当に得意でございます。あ、やべ、ひーちゃんの特技ヘアアレンジなので、チュンチュンチュン、ぜひぜひ女性の方は真似してください。もうね、結構早く準備して終わらないといけない。えいよ、はやちゃん配信移動してくるファンいっぱいいるだろうな。あ、そうなの、配信終わったのかな。チュッチュッチュン、いい感じなんじゃない。え、ヘアあれ、髪の毛いい感じ、ありがとう。公式プロフィール見ました、ではでは。いってらっしゃい。 FS 泣いて、泣いてるね、めっちゃ優雅、マジいい感じ。え、なんか本当にやばいかも、全然ビジュが良くないよ私今日。長崎とお姉様と長崎デートしたいところだけど、仕事に戻る、おばいちゃん戻ってるの。またね、私は今日お姉ちゃんとデートなので、またキス、イエーイ。今してるの配信ひーちゃんだけ。あ、そうなの。ウェイヨー、巻き巻き、かわいいですか。参考にさせていただきます。え、夜配信は時間によってはあるけど、ちょっとない率の方が高いかも。ひーちゃんラビュー、渋谷の団長さん、ありがとう。ヘア、ひーちゃんヘアアレンジ講座したら見たい人多そう。見てほしい、私マジ得意だよ。素で可愛いが出てしまいます。ありがとう、トミーさん、はじめまして、はじめまして。尊い星野まさきさん、ありがとうございます。大阪の話からひーちゃんにメイクしてもらえるやつができそう。したいわマジで。泣きやまさひーちゃん、やっほーって、やっほー。ちょっ
とオイルを多めにしていただきます。チュン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 、感じやないかな。巻き髪似合う、イエーイ、嬉しみ、ありがとうございます。こんな感じなんじゃない、どう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 、いい感じじゃないか、夜のカリスマ配信かって、イエーイ、配信楽しみね。こんな感じじゃない、2、3時間後に寝たから、始まったらどうしようと思いながら寝たら、たまたま起きれた、待ってないけど、待ってたでしょ。前髪もいい感じ、前髪もいい感じだったよね、よかった。でも私ね、帰ってきてニキビがすごくてマジでやばいんだよね、なんか食事生活かな、めっちゃやばくて、やばいんだよ、どうしたらいいかなっていう。完成してきた、うん、前髪もいい感じでしょ。ビッキーどこに行くの、内緒、内緒です。けどいい感じかな、ちょっとメイク薄い気がするけど、どうだろうか、出来上がってきた、出来上がりましたよ、ほぼ。今日もメイクして可愛くなった、可愛くなったかな、グリッターつけたい、美味しいもの食べまくったよ。そうです、なんか帰ってきたらめっちゃ食べちゃうじゃん。一旦ね、ダイエットは一旦休止してるんだけど、やばいよね。よし、いいんじゃない、これでさらに可愛くなった、ありがとう、大人っぽいでしょ、ウェイヨー、おはよう、なんか大人っぽい、ありがとう、今日もメイクして可愛くなってな、大変で無理しないでね、ありがとう、カヤに待って、カヤ行きたいんだけど、タカウトも行きたいんだけど、よし、完璧ではないですかね、多分ユキだと思われますが、どうですかね、よし、いいんじゃない、これでいい気がするんだけど、いいですかね。なんかさ、薄く見えるけどちゃんとメイクしていいよっていう。じゃん、かや行きたい、配信視聴者数1000人おめでとう、ありがとう、割れたのかと思ったらニキビできたんですよ、ニキビできたんですよ、ニキビできちゃった、本当にニキビができちゃって、ピエンコピエンコえてパーンって感じ、痩せて広島に帰れるかな、やばいよね、多分外に出たらさ、スカウトされる、やばっす、時間もいい感じ、うん、時間もいい感じ、もうそろそろね、パジャマ、パジャマじゃないです、しっかり、いた、ちょっと待って、痛い、ここになぜかストーブが置いてあるのはなぜかな、痛いな、すごい痛い、どうですか、ヒーシャの格好です、イエーイ、しっかりしっかりで、ズボンですか、パジャマじゃないですか、ぴょんぴょんさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます、リープアプルプル、カイリちゃん、なんかさんたちがどうした遊びに行くからだよ。おはようございます、しょうさん、ランプありがとう、調子悪いじゃんって、マジで痛かった今、やばかったわ、うん、足のすねじゃなくて、なんかね、なんかどっかわかんない、ここここです、痛いよ、小指に地味なダメージ、小指だったらマジやばい、そうストーブにぶつかった、パジャマじゃないよ、大人っぽい感じに、イエーイ、そうでしょ、かわいいでしょ、ありがとう、かわいい、さやかで良いね、ありがとう、かわいい、まるで女子ですね、でもいや女子だからこたつにストーブ、そうやばいよな、びっくりしてるんだが、よし、これでいいんじゃないですかね、本当はなんか髪を消したかったけど、私はもう帽子をかぶっちゃうので、季節感やばいよな、マジで、よし、これで良いです、で私は日焼け止めを塗って、日焼け止めはこれを今使ってます、今日暑いぞなあ、今日暑いよな、いいよ、近づけしていきます、
トゥトゥ、ね、そうニベア、そう日焼け止めいろんなの使ってるんだけど、やばい、なんか久々に日焼け止め塗るんだが、お姉ちゃんがね、いだ、お姉ちゃんと今日出かけするんだけど早く準備してって言われました。ちょっと待ってって、ちょっと待ってって、ちょっと待ってって、お姉ちゃんは支度終わったの、お姉ちゃんは多分支度終わったんじゃないかな。ゆうとさんこんにちはっす。先輩はディオールとか、いやディオールはね香水となんだっけ、ディオールは香水くらいしか持ってないな。ひーちゃん目に化粧とかしない？してるよ、してる、ほらしてます、ほらなんか薄いね今日、いい時間、そうなのよ、ありがとうございます。じゃあラビューって、ポピポピさんはじめまして、浜田響きひーちゃんです。よーし、いいんじゃないか。手にも日焼け止めを塗って塗って、ほんとだーって、日が差もってお出かけしよう、かわいくてごめん、日が差もってお出かけしますよ、日が差を持って、よいしょ。でもね車だからね、アイシアンディオールとかサンローランとか平気で使ってました。うわすごいね、私サンローラン持ってないよ。香水普段つけたりする？香水普段つけたりするよ、つけたりする、後からまたつけます、つけますね、はい、よいしょ。ではでは配信終わろうかな、もう準備が完了したので、 OK できました、可愛くなった、もっともありがとう、ありがとうございます、よし、パチパチパチと橋野正樹さん疲れた、ありがとう、メイクするだけど疲れって言ってもらえるなんて、ありがとう、ありがとう、よし良いです、良いです、浜田響きで出来上がりました。やらしないで、天使がひーちゃんに変わる瞬配信だった、待ってこれが天使にならなかった、ありがとうございます、配信見ると嬉しいと思ってないから嬉しいと思ったんでしょ、ありがとう、いってらっしゃいって、ありがとう、難しいな、会社ありがとうございましたって、こちらこそ、皆さんお仕事の方もお休みの方も楽しんでね、楽しんで遊びに行ってね、行ってきますね、みんな行ってきます、待って壇上読むわ、壇上読んで終わりたいと思います、はい、ほほ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 ほ、ライブランキング、じゃあ13位から。13位、翔さん。12位、浜子さん。11位、千歳さん。11位、猫さん。9位、M ちゃん。8位、DD48 さん。7位、クーガさん。6位、ションちゃんさん。5位、ハゼチさん。4位、ウニさん。3位、マリケン銀河さん。2位、アイリスさん。1位、星野まさきさん。今日も見に来てくれてありがとうございました。お姉ちゃんと遊んできますね、ありがとうね、みんな、みんなありがとうございました、では行ってきます、みんなも行ってらっしゃい、ありがとうバイバーイ、バイバーイ。